北島三郎記念館、北島三郎記念館は、北海道函館市に設けられた北島三郎の記念館。ウィニングホールの建物内にあるが建物老朽化のため館内施設のウィニングホテル及び、レストランウィニングとともに2021年8月末で休館となる。北島三郎は、誕生から北海道函館西高等学校、卒業までを、 実家のあった上磯郡尻内村にて過ごしていたが、当館は実家から片道約1時間半をかけて毎日通学していた道光から八幡坂を降りた麓にある。3フロア構成となっており、1階がエントランス及びグッズ販売スペース、2階には出生から現在に至るまでの北島の反省とディスコグラフィを歴史別に綴ったヒストリーゾーン、3階には 北島の代表曲の一つである、祭りの特別公演のフィナーレの臨場感を可能な、限り機械で再現する、シアターゾオンと等身大の北島のブロンズ像を設置。北島の魅力を余すところなく満喫できる構成となっている。1階からエスカレーターを使用して2階に入り、順路に沿って3階のブロンズ像まで1000人スタッフが、各ブースを今節丁寧にガイドしてくれるが、 場所によっては入館挨拶等、北島本人のアナウンスも流れる仕組みとなっている。撮影は自由だが、静止画のみ OK で、動画撮影は不可である。なお、1階のグッズショップで販売される、サブちゃん、まんじゅう、サブちゃんバタークッキー、サブちゃん今川焼き等、よそでは入手できない、記念館限定商品も、多数あり、グッズショップのみの入場であれば、入場料はかからない。 ありがとうございます。